現職の総理大臣のミャンマー訪問は36年ぶりとなります。24日から3日間の予定で、テイン・セイン大統領と会談し、経済協力を表明する見通しです。ミャンマーは中国と関係が深く、総理自ら訪問し、中国を牽制する狙いもあります。